皆さんこんにちは。若い頃は歌手としてデビューして、後に女優としても活躍した石田あゆみさん。現在ピタリとその姿を見なくなった石田あゆみさんですが、何をしているのでしょう。今回は石田あゆみさんの現在、森進一さんとの関係、国籍、和田アキ子さんを救ったと言われる件について、さらに逮捕の噂までくまなくお伝えしていきます。ぜひ最後までご視聴くださいませ。1982年に映画野獣刑事や男はつらいよ虎次郎紫陽花の恋にて日本アカデミー賞主演女優賞を取り、1986年には家宅の人で数々の賞を取った石田あゆみさん。歌手としても活動していて、 NHK の紅白歌合戦では代表曲のブルーライト横浜で視聴者を沸かせました。簡単に石田あゆみさんのプロフィールをご紹介します。名前石田あゆみ、生年月日1948年3月26日、出身地長崎県、身長163、職業女優歌手。石田あゆみさんは1960年代から活躍している人気のベテラン歌手。彼女は1962年に「夢見る恋」でデビューを飾り、1964年に「ねえ聞いてよママ」で再デビューを果たしました。その後は歌手として大きな人気を獲得するようになり、1968年の「ブルーライト横浜」が150万枚を超える大ヒットとなりました。石田あゆみさんは歌手として人気を集めた後、女優としての活動も始め、こちらでも大きな人気を集めるようになります。彼女は1973年の映画「日本沈没」で演技の評価を集め、その後はさまざまな映画やドラマに出演。1982年には「野獣刑事」でヌードを披露し、「男はつらいよ虎次郎紫陽花の恋」で日本アカデミー賞主演女優賞を受賞するなど、女優としても確固たる地位を築きました。石田あゆみさんは1980年に人気俳優の萩原健一さんと結婚したことが話題になりました。当時萩原健一は別の女性と結婚していたものの、石田あゆみさんとの関係が噂されるようになり、離婚後に再婚。その後はおしどり夫婦として知られていましたが、1984年に離婚。これ以降石田あゆみさんは独身を貫いていました。そんな石田あゆみさんですが、森進一さんと再婚したという噂があるようなのです。ですが結果としては再婚はデマのようでした。どうして森進一さんと再婚が噂されるようになったかというと、一つは萩原健一さんとの話が混同されてしまったこと、もう一つはとある番組の出来事がきっかけのようです。石田あゆみさんは1969年にバラエティ番組夜のヒットスタジオで理想の恋人を占ってもらったことがありました。その際に理想の恋人として森進一さんが選ばれ、石田あゆみさんは直後の歌唱で号泣してしまったそうです。そんな石田あゆみさんの涙を森進一さんが拭っている場面もありました。そんなことで再婚の噂がありましたが、事実ではないようです。石田あゆみさんは他にも三枝重明さんと再婚した噂もあるようです。ですがこちらも間違った情報のようです。三枝さんと石田さんはかつて交際していた時期があったのだとか。しかし結婚には至っていません。萩原さんの大麻所持やバイク事故、不倫疑惑などで辛い思いをされたからか、その後石田さんは独身を貫いており、再婚はしていないはずです。かつて三枝さんを愛したことはあったにしても、それらの経験から家庭は持たないことにしたのかもしれません。さて、彫りの深い顔立ちの石田あゆみさん、なんとハーフであるという噂もあるようです。本名は石田芳子という純粋な日本人名なので、ハーフかどうかは分かりません。実際に石田さんはデビュー当初は本名で活動していて、その後に現在の活動名である石田あゆみへ改名しました。またデビュー当時の彼女の姿を見ると、そこまでハーフ感もなく、年齢を重ねる過程で顔つきが変化していったものと思われます。家系図についても一切情報がなく、どういう血筋なのかはっきりとしたことは分かっていません。なので石田あゆみさんがハーフかどうかは不明で、もしどちらかとするならば日本人である可能性が高いのではないでしょうか。過去にはあの大物歌手の和田アキ子さんをいじめから助けたこともあるのだとか。
今では想像がつきませんが、デビュー当時の和田アキ子さんは先輩からいじめにあっていたそうです。皆さんご存知の通り、和田アキ子さんは身長174センチ、足のサイズ27センチと女性としてはかなり大柄な方で、声が低かったのもありいじめの対象となっていたそうです。いじめの内容としては、男がいるからここでは着替えられない、メイクができないと言われた、同じ黒の衣装だから着替えてきなさいよと言われた、スニーカーに男は出て行け、男女と書かれる、顔にいびつな化粧を施されたなどされて、よく楽屋で泣いていたそうです。そんな中、中尾美恵さんと石田歩美さんからの一言で和田アキ子さんは救われたと言います。2017年、トーク番組僕らの時代に3人一緒に出演された際に語られていました。他の事務所の新年会に行った和田アキ子さんは、あんたなんかの来る場所じゃないわよとある人に言われます。その時に中尾美恵さんは、ほっときゃいいのよと言ったそうです。和田アキ子さんが楽屋で、なんか男がいるからメイクもできないわとある人に言われます。その時に石田歩美さんは、ポテトチップス食べながら、あんなのほっときゃいいのよと言ったそうです。中尾美恵さんと石田歩美さんにとっては、何気ない言葉で覚えていないそうですが、和田アキ子さんにとっては救われた言葉となったようです。当初中尾美恵さんとは不仲説が出ていた和田アキ子さんですが、本当は和田アキ子さんにとって中尾美恵さん、そして石田歩美さんは地獄から救い出してくれた恩人なのです。さっぱりとした性格の石田歩美さん、現代でもこのような人柄はいろんなところで、困っている人の助けになることがありますよね。特に当時は昭和真っただ中、多様性という概念はないに等しく、差別も平然と行われている時代でした。その当時から他人の悪意に対し毅然とした態度をとっていたというのは本当にすごいことだと思います。さて、そんな石田歩美さんですが、なんと実は現在は逮捕されているという噂があるのです。その噂の発端は、石田歩美さんの元夫である萩原健一さんが過去大麻で逮捕歴があるからではとのこと。お二人が夫婦だった時期はあまりに昔すぎる1980年、その後わずか4年の結婚生活を経て離婚した二人。萩原健一さんが大麻所持で逮捕されたのは二人が夫婦関係にあった1983年だったと言いますが、正直こじつけもいいところだと思います。大麻所持で逮捕はガセ情報だと思うものの、そう思われる原因は正直言って理解できなくはないですが、では次に石田歩美さんの現在についてお伝えします。石田歩美さんは現在激痩せしてしまっているようですが、病気ではないようです。激痩せの理由ですが、若い頃に睡眠薬をコーヒーで飲むことをしていたせいで胃が荒れてしまい、あまり食べ物を食べられなくなってしまったのが原因だそうです。また萩原健一さんとの結婚後にはお酒を飲む量が増えたらしく、このようなことが積み重なってしまったのも原因かもしれません。石田歩美さんは現在7時に寝て翌日2時に起きるという生活をしているそうです。起床後は掃除洗濯などの家事を始め、朝食にはカフェオレとお菓子を取っているとのことでした。夜はテレビと冷蔵庫の明かりのみで過ごしているそうで、少し心配になりますね。また仕事に行く際、地下鉄で行き交う人を見て、いろんな人がいて面白いとコメントしていて、人間観察を楽しんでいるようでした。女優ですから、やはり常日頃から人を見るという習慣があるのかもしれません。石田歩美さんは若い頃から華奢で、体質的な問題で太りにくいのかもしれません。昭和の時代に歌手としてデビューして、ずっとスターとして第一線で活躍してきた女性、やはりそれなりの体重コントロールの関わりが人一倍あるのでしょう。石田歩美さんが住んでいるという横浜周辺での石田歩美の目撃情報は、狂ったようにウォーキングしている姿がたびたび目撃されています。もともとが太っていた方ならともかく、どう見ても痩せ型体型だった石田歩美さんレベルで若い頃と同じ体重をコントロールするとなると、年齢以上の老け顔に見えるのは仕方がないことです。人一倍容姿端麗であることを求められる芸能界の第一線で活躍してきた女性の
狂気にも似た意地と根性が体重増加を絶対に許さないのかもしれません。一時は死亡説も出たようですが、誤りのようです。原因は元夫萩原健一さんの訃報に、石田歩美さんがご冥福をお祈りしますとコメントしたものが混同されて、そのような誤った認識が広がったようです。萩原健一さんは2019年に消化管間質腫瘍で亡くなられました。石田歩美さんは2022年にバラエティ番組徹子の部屋に出演されていました。さてここからは石田歩美さんの生い立ちからご家族についてのバイオグラフィーをご紹介します。石田歩美さんの実家の家族構成は父親と母親、そして姉妹に姉一人と妹二人がいる6人家族だったようです。幼い頃はフィギュアスケートを習っていたようで、その後に劇団に入り子役として活動していたのだそうです。石田歩美さんの実家は喫茶店藤屋を営んでいたことで知られていて、当時はパンや洋菓子の販売を行うなど地元の人気店だったのだそうです。ちなみに石田さんの実家の喫茶店は池田栄町商店街にあったようで、現在はすでに廃業してしまっているのだそうです。打足ですが、石田歩美さんの実家喫茶店藤屋は過去に NHK で放送された連続テレビ小説満腹に登場するパーラー白原という喫茶店のモデルになっていると噂されています。本当に石田歩美さんの実家がモデルだったという決定的な証拠はないようですが、ネット上ではかなり噂になっていることもあり、可能性は非常に高いと思われます。石田歩美さんのお父様は喫茶店藤屋を営んでいましたが、喫茶店の傍らでパンや洋菓子の販売も行っていて、腕のいいパン職人だったのだそうです。ただもともとは銀行員として働いていたようで、そこで稼いだお金を元手に大阪で商売を始めたものとみられています。石田歩美さんのお母様はとにかく面白い人だそうです。石田歩美さんは自身の母親についてとにかく面白い人だと語っていて、家族の中で一番のおしゃべり好きだったのだとか。そのためいつも明るく周りを楽しませようとしてくれるため、笑顔が絶えない家庭だったようです。ですが過去に母親と姉妹揃って旅行に行った際には、おしゃべりばかりで行った先を満喫できず、一人で再び訪れたこともあったのだとか。そんな石田歩美さんは2010年にお母様を亡くされていて、この時初めて引退を考えたのだそうです。石田さんは母親が亡くなる前にお母様の地元福岡県大牟田市で撮影があることを伝えた際、行きたいと語っていたようで、お母様が亡くなった後の撮影では写真を持って行ったのだとか。その時駅の母親の写真を見ながら、もういいかなと感じたようで、女優の引退を本気で考えたのだそうです。ですがその後の撮影で女優としての楽しさに改めて気づき、死ぬまでやろうと決心したのだとか。そんな石田歩美さんですが、1962年に歌手デビューされ一躍人気者に。その女優としても活動をされ、日本沈没では高い評価を得ました。1980年に俳優の萩原健一さんと結婚し、4年後に離婚。石田歩美さんのお姉さんは元フィギュアスケート選手の石田春子さん。石田歩美さんよりも3歳年上で、小学校3年生の頃からスケートを開始、その後は田中哲太郎さんや稲田悦子さんといったフィギュアスケート選手に師事しながら活躍を続けました。大学の時には日本選手権3位になっていて、1968年のグルノーブルオリンピックに女子シングル日本代表として出場し26位に入っています。石田歩美さんの妹も実は歌手として活動していて、当時は石田ゆりという名前で活動していました。歌手デビューは1970年で、シングル4枚アルバム2枚をリリース。旦那は小説家の中西玲さんだそうで、彼女の楽曲は全て旦那が作詞を手掛けたのだそうです。とても楽しいご家族だったようですね。いかがでしたでしょうか。今回は石田歩美さんの現在、森進一さんとの関係、和田アキ子さんとの関係、逮捕についてお伝えしました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。